チャンネル66。What's up 66ジンです。このチャンネルはジーパンと革ジャンを中心にアメリカ人の情報を発信していくチャンネルとなっております。アメリカ人好きな方はチャンネル登録して最後までご視聴よろしくお願いします。それではジンさん、今回の動画は何についての動画になりますか？今回はね、ずいぶん前からフィリップではね取り扱いがあるんですけど、スチューディオダルチザンっていうねジーパンのメーカーのジーパンを紹介したいと思います。このデニム、普通のデニムとだいぶ違うんですけど、詳しく解説してもらってもいいですか？ OK、 じゃあハンガーに通して解説しましょう。ジーパン、これデニムジャケットもあるんですね。そうそう、ダルチザンのねデニムジャケット、このファーストタイプも作ってるんですよ。おお、すごい可愛いジャケットですね。そうですね、これね、ボタンもねこう全部違ったりして、こっちこれもねこう全部デニムが違ってるんですよね、うん、ファーストタイプをねベースに作ってます。これかっこいいですよね。かわいい、うん、かわいいですね。じゃあこちらの、デニムの説明をお願いします。こちらのデニムですね、セールスマンジャケットっていう名前ね、営業ジャケットじゃない、セールスマンジーンズだ、うん、っていう名前なんですよ。だから営業ジーンズっていう名前なんですよ。営業って言ったら、で営業マンがたくさんデニムを持ってセールスするわけですよ。その時にたくさんデニムを持っていくとやっぱりかさばるじゃないですか。その時に1本のジーパンに集約すれば、これ1本でこうデニムのこう生地感を見てもらえるっていうことで、もともとね本当にねダルチザン のセールスマンが持ってたみたいなんですね。それを今回商品化してるっていうことなんですよ。うん、確かにこう模様というか色とかこの生地感違いますね。そうなんですよね。これね4種類のデニムを使ってんだよね。4種類って言ってもダルチ のオリジナル100番デニム、あと左綾のデニムですね、 G3 デニム、 D0 の1デニムっていうね4種類のデニムを使用してるんですね。これボタンも違うんですか、この辺？もちろんもちろん、ボタンもこれね3種類のボタンね、いろいろなジーンズに使ってる3種類のボタンをこう見せてあげるように、ボタンも全部違ってるんですよ、はい、これおしゃれですね。めちゃめちゃ可愛いでしょこれ。もう入ってこれ経年変化していくとどうなると思います？これこちらとこちらの変化がちょっと違ってきたり、もうこの辺りとかもね全然違うじゃないですか。デニムがもうすごく雰囲気良くなっていくと思う。じゃあ後ろも見せてもらっていいですか？あ、オッケーオッケー。じゃあこの後ろもねかっこいいんだわまた。はい。後ろの方がこう完全に色がバッツリ違うの分かりますね。分かる。うん。で形的にはちょっと古い感じのねこのねバックシンチのついたタイプをベースにしてるんですけど、このねポケットの色とか、あとミニ左右のねこうデニムの違い分かるかな？うん、分かりますよ。ね。この右あやと左あやが違うとか、そういう感じでこの腰のあたりも違いますよね。もうこれね色落ち、もうさっき もう何回も言うけど、これ色落ちしていったらどうなっちゃうんだろうなんていうのはねすごく気になるデニムジャケット、デニムパンツですね。うん、でちゃんとねこう昔の出ているのね、こう耳もついてる、こう赤耳と青ね、ここも違うんですよね。細かいですね。細かいでしょ、うん、もうダルチってもうこういうことをやってくれるんですよ。なのでねこれ後ろも見るとねデニムの違いがわかるよね。あ、色違いますね。違うでしょ、うん、カメラ越しでも違いますわね、うん、ここがまたねもう憎いところじゃないですか。はい、もうダルチザンって言ったらね昔からねレベルガジーンズ作ってるメーカーなんで、もうこのクオリティはもう最高にいいジーパンなんで、ぜひみんなね、もう普通のジーパンもいいけど、こういうジーパンもね、最高にかっこいいんでね、履いたら、もう絶対に最高の気分で楽しめると思いますよ。
僕もいろんなメーカーのデニム何本か持ってるんですけど、こういう遊び心のあるデニム持ってるとおしゃれな人っていうイメージがやっぱつきますよね。そう、うん、そうなんですよね。このねガルシザンっていうメーカーはこういうものを真剣に作るところがまた面白くて楽しいメーカーなんですよ。なんでこういうデニムをねぜひぜひね履いてみんなね本当に楽しいアメリカンライフを楽しんでいただければいいと思うので、もねクローゼットね、いかがでしょうか。ぜひ買おうかと思いますね、うん、ぜひぜひ絶対にかっこよく履けると思うよ、うん、ということでこのジーパンが気になる方はこの動画概要欄の方にリンクが貼ってありますのでそちらの方をチェックしてみてください。では今回の動画は以上となりますので次回の動画でまたお会いいたしましょう。それじゃあまた見てね。